close your eyes.皆さんこんにちは。 BMW 乗ってるやつ大体友達 Z4 3世代一気に徹底比較という企画でございます。で私がですね、奥の、現行の Z4 乗ってるんですけど、まあ、私の Twitter のフォロワーさんで1世代目の Z4 と2世代目の Z4 乗ってる方が、まあ、いらっしゃるので、ちょっと今日はゲストにお迎えして一気に3台比較をしていきたいなと思います。それではやっていく。こんな感じで、そうやで、超恥ずかしい一人で。3台見ると、まあ、なんとなくこう面影あるっていうか似てる部分とかは、まあ、あるんですけど、まあ、それぞれの Z4 にしかない特徴とかもあったりして、まあ、その辺をちょっとこれから紹介できればなと思っております。とあとあれやな、1世代目が E85 ですね。そうですね、 E85、2世代目が E89 ですね。3世代目が G29 ということで、まあ、BMW 知らない人もいると思うんですけど、その E とか F とか G とかその型式に最初にアルファベットがついてるんですけど、まあ、そのアルファベットで世代分かれてるみたいな感じですよね。で E85、E89 ときて F 飛ばして G なんですけどね、まあ、F 型の Z4 はない、まあ、ちょっとなかなかねコストが、こういうスポーツカーは作るのがかかるということで、まあ、多分 F 型の時は一回やめちゃったんですけど、まあ、G29 に関してはスープラと共同開発ということで、まあ、ちょっとコストを抑えつつスポーツカーを開発したということで、また Z4 復活ということで、また後ほどご紹介をしていきたいと思います。はい、ということで、じゃあ早速初代の E85 の Z4 からご紹介をしていければと思います。じゃあちょっとオーナーさん、今日はよろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いします。ツイッターというか X ですかね、今は、はい、名前は何でやられてますか。あ、一応首都高に、首都高走りすぎてそういう名前になっちゃったんで首都高に首都高に来たんですね。まあ、まずあれですね、まあ、どの世代も共通ならオープンスタイルということで、まあ、初代はソフトトップですね。そうですね、お顔がこんな感じでパンダっぽい、ちょっと可愛い。でこれは、まあ、顔がねちょっとこう垂れ目、ちょっと内側が上がってて少し垂れてくみたいな感じですよね。そうですね、ちょっとパンダっぽい顔で、ちょっと E85 だけ弱そうな顔つきしてるそんなことはないけどそんなことはないけどな。でこれが3リッター直6 NA ですよね。あ、そうですそうです。この台は、全部直6になってて、まあ、グレード 2.2、2.5、30っていうのがあって、まあ、あと前期後期分かれてますと。で前期と後期の違いっていうのが、まあ、エンジンもちょっと違うんですけど、このポグの形がこう長い、これがまあ後期の形で、まあ、前期こんな丸い、まあ、ちょっと顔全体が丸めの感じになってるのがまあ前期。へー、あ、これポグなんですね。ここポグです。へえ。ちょっと水ね入っちゃうの持病なんでまあしょうがないよねこれはもうあとはあれですよね、僕が一番好きなのがこのサイドのここのね隠し Z これ多分逆じゃん。逆か逆だねこっちのが分かるそうそうこっちやね。この方の Z4 だけなんですけど、まあ、ちょっと横のプレスラインがねここ Z の形、まあ、Z4 の Z が、まあ、入ってるっていうのが初代の特徴ですね。まあ、他の台はそれが入ってない、はい、良きだね。まあ、これ結構面白いですよね。いいっすよ。あとあれっすよね、ここがウインカー光る。そうですね、光りますね。お
光っております。いいね、なんかやっぱここが光るのがなんか Z4 のイメージはやっぱありますよね。良き良きですね。じゃあちょっとお尻見ていきますか。ライトもまた可愛い感じで、なんかペンギンのお尻感確かにないですか。言われるとちょっとプリッとしててね、うん、ペンギンっぽい。あれこのウィングは純正でついてんでしたっけ。いや、これは社外のものですね。社外なんですね。そう、社外の割には色がすごい結構綺麗に塗ってもらったんで、まあ差もない感じですごいついてますね。いいっすね。ライトはどんな感じに光りますか。ここか、上が光ってますね。いい感じです。かっこいい。これマフラー社外っすか。そうですね、アーキュレーっていう、まあちょっと今会社がないっていうあのシビアなやつね。シビアなやつそう、ちょっとここのねテールの色がボディの色と似てて結構気に入ってます。アーキュレーのマフラーでめっちゃ貴重っすね。じゃあ今結構そうですね、数なくなってきてますね。プレネついてんじゃないですか。いや、ワンチャンあるかもしれない。お金困ったら外してありかもしれん。いいっすね。いやもうほんと綺麗にして、これ年式的には 何年式でしたっけ。これは2007ですね。一応この台2003から9まで販売されてて、まあ6年ぐらい電気後期の区切りになってて、まあ2007年後期のモデルになってます。なるほど。じゃあこの Z4 自体は2003年からデビューしてるってことですね。なるほど、ありがとうございます。ちなみにこれちょっとエンジン音聞けたりしますか。いいですよ。 ありがとうございます。めちゃめちゃいい匂いがする。やっぱロッキと NA のめちゃめちゃいい音しますね。せっかくなんでエンジンルームを。でかいで、しっかり結構補強もね入ってますね。そうですね、やっぱりオープンカーなんで上の補強がない代わりに、まあ、下に結構しっかり入ってます。でけえな。やっぱ直六だからね、6個あって素晴らしい。やっぱりあれっすよね、初代からロングノーズショートデッキ感がすごい。すごいですね、まあ、やっぱりそれが Z4 の特徴ですよね。じゃあちょっと中見せてもらえます。おー、かっこいい。このモデルは革のシートになってる、まあ結構高級感はあるのかな。ありますね。新車でもだって800ぐらいしますもんね。あれそんなしないっけ。700いいかな。6700ぐらい。まあでも高いね高い。結構今日乗りながら思ったけど、すごいよね、10年前にこの車このスタイルがあったって。確かに、なんかもう割とこう洗練されてる感はあるよね。あとなんか内装で特徴的なとか気に入ってる部分とかあります。そうですね、特徴で言うとハンドルのパドル、これが結構今のものとは違ってて、左右対称全く同じで、引くと、シフトアップ、押すとダウン。多分ミニクーパーとかもこういうのがあったみたいなんですけど、ここは結構独特ですよね。あ、なるほど。じゃあ片手でプラスマイナス両方いけるっていう。できます、できます。いいですね。まあ、あと電動シートついてますね。で革でちょっとこうステアリングが結構小径な感じで、あ、握りやすそうだし。そうですね、あの M のハンドルとかと比べるとちょっと細めで、もっと M だとぶっとい。あ、そっか、この方は Z4M があるでしたっけ。そうですね、この方だけ、まあ、純粋な M、 他の2代目以降は M パフォーマンスになるんですけど、この方の Z4M はもうエンジンも違うもの、あの E46 って言われる M3 と同じエンジン。この方だけ M モデルがあって、 Z4M クーペロードスター。M は両方ありますね。あ、両方あるんだ。でエンジンだけ E46M3 のものが乗ってると。そうですね、 S54 が乗ってます。じゃあ続きまして2世代目の
Z4E89 をちょっとご紹介できればと思います。オーナーさん、今日はよろしくお願いいたします。本日よろしくお願いしますあれ、ツイッター X か、 X の名前は何でやられてますか？ひらがなで翔平っていう名前でやってます。あ、翔平さん、皆さんぜひフォローしてあげてください。今おいくつでしたっけ？今年で22になります。22で Z4 乗ってんすか、はい、すごいっすね素晴らしい。あれ、ご家族が結構 BM がお好きで、両親が E36 の3シリーズに乗ってまして、はい、まあ、生まれた頃から BMW が好きで。なるほどなるほど。じゃあ早速ちょっと E89 をご紹介できればと思うんですけど、サイズが先代よりもちょっと大きくなってるんですよね。そうですね。全幅は10mm、 10mm で、全長が 150mm で、全高がマイナス5でちょっと低くなってるらしいです、はい、うん、まあ、ちょっとこっちの2世代目が大きくなってるっていう感じですね。でホイールベースは 2495mm でどっちも一緒らしい。これとこれだ。そうで、重さが E85 が1430でしたっけ？そうです、そうです。直六だからもうちょっと重いかなと思ったけど、意外と軽い。一応そうですね、ライトウェイまで入るか分かんないけど、まあでも直六の割には軽い。なるほど。で、顔つきがちょっとちょいイカつくなった感じですか？そうですね、はい、買った時はグリルがシルバーのやつだったんですけども、はいはいはい、去年の夏頃ぐらいに黒にちょっと変えてイメチェンしたっていう。やっぱ黒のが締まりますもんね。そうですね、シルバーだとまあラグジュアリーな雰囲気でそれはそれでいいんですけど、黒の方がちょっとこうスポーティーな感じです。なるほど、良きですね。これは3リッター直六 NA ですよね。これもこれは、2.5リッターの直六 NA になります。 2.5 か、はい。あれ、3リッターってありましたっけ？これに3リッターはありますね。35i っていうことで、3リッターの、直立6気筒ツインターボ。なるほど。で、排気量は違うけど直六っていうことなんですね。あれ、馬力は違います？3リッターと2.5。そうですね、結構変わりますね。この23i だと204馬力、 35i だと306馬力なんで、だいたい100馬力ぐらい差が、ね、全然違いますね。全然違います別物ですね。まあでもちょこちょこ一緒に走ってるけど、やっぱ音はやっぱりいいっすよ ね。音はやっぱり NA ならではの、うん、いい音が、いい音しますね。しますね、はい。じゃあちょっと外装を軽く見ていければと思うんですけど、はい、まああれですよね、やっぱ変わったところでやっぱ一番最初に目つくのがハードトップになったっていう。そうですね、一番の違いはやっぱり屋根ですね。ルーフがメタルトップになったのがかなり大きいかと。あと屋根の形がダブルバブルになってるの、オープンカーの。お、ほんまやほんまやね、これね今気づいた俺も自分のオーナーなのに今気づいた。これね、スープラの紹介動画の時にもちょっと入れたんですけど、ダブルバブルルーフ、ダブルバブルルーフなんかな、これは。本当だ。で、あれだね、この後ろのラインにつながってる感じだね。多分空力を意識して、そうです、スープラの紹介動画の時にも入れたんですけど、全面投影面積を減らすことで空力を良くするっていうやつらしいっす。マフラー、はい、これどっちも左側に出てますね。そうですね。これは何のマフラーですか？こちらはオーストリアのレムスというマフラーで、欧州車だと結構定番なマフラーになります。レムス入ってますね、素晴らしい。これはリアピーだけ変わってます。そうですね、リアピースだけですね。センターとかはもう全部ノーマル。ちょっとぜひ音聞かせてもらえますか、はい、音いいね。めっちゃいい。結構低くて太いよね。かなり迫力のあるものに。めっちゃいい音。視聴者の皆さんにこれ聞いてもらわないと。なるほど、そこが光るんですね。お、
かっこいい。なんかこれ LED になるだけで結構一気に新しくなって、そうですね、サイドとリアは LED なんですけど、フロントだけなぜか純正で、純正じゃない、電球で、はい、前まであまり気になってなかったんですけど、やっぱ統一した方がいいかなっていうことで、確かにね、LED に統一して、ちょっと今っぽく、ウインカーね、はい、これね、エンブレムは横にあるのが一緒だけど、そうですね、まあ、ウインカーの光るところが違うっていう、違いますね、なるほど、後ろもあるあ、ここね、そうなんです、はい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 、ルーフ開けれる？いやマジハードトップだとなんか一気にガンダム感出るよね。いや僕もね E89 本当は欲しかったから、この開閉に憧れてね Z4 買いたいなってかっこいいですね。開き方が独特ですよね。普通 S ベンツの SL とかはこう折りたたんでしまうけど、 E89 はこう重ねてからしまうっていう独特な形ですよね。2代目の Z4、3代目の Z4 はホイールハウスから開くけど、俺の Z4 はマース。ああ本当だね。これもこいつの特徴。本当だ。確かに。そうそうそう。確かに確かに。Z3 もここから開く。へえ。あ、こいつだけここから開くっていう。そう。確かに確かに。へえ。じゃあちょっとご会長。おお。でけえやっぱり。なんかあれこれエンジンの型式って85と一緒？一緒だね。N52。N52 です。でこれタワーバーは車外で後から、はい、車外で後からつけました。結構レザーでまとめられてる感じですね。そうですね。これ前期型なんですけど、後期用のパドルシフトが書いております。そうだ、これね、あれこれもともとは85と同じような。そうです、E85 と同じようなこう押すタイプの、まあ、85と共通して言えるのはあの、なんていうんですかね、上のこの帽子っていうかバイザーっていうんですかね、はいはいはい、そこはあのやっぱりオープンカーなので、あの太陽の反射でスピードメーターが見にくくないようにしてるのは、E85 とバイザーっぽいのがついてる。これでしょ。それですね。ここは同じですね。なるほど。これあるあるだと思う。ここがよく壊れたりする。ここにあるんだ、はい、E85 はこういう風に準備されて、89の場合は E85 のように出てくるものはなくて。あ、ないんだ、はい、で私はあの後付けでトリングホルダー、これ1万円ぐらいするやつなんですけど。めっちゃいいやつ。はい、あのこれ社外の専用89専用品のやつつけてるんですけども、純正だとこの、アームレストの中に入っちゃってて。なるほど、はい、あのアームレスト開けてないとドリンクいられない、ちょっと不便なのでちょっと高かったんですけど、あのドリンクホルダーを使ってます。素晴らしい。でこれは、現行の、G29 型っていうやつですね。で Z4 は F 型飛ばして、まあ、F 型はちょっとね Z4 を多分コストの問題で作れなかったと思うんですけど、まあ、あのスープラと共同開発ということでコストを抑えつつ今回は Z4 復活ということ でこれはミサノブルーってやつなんですけど、あれ何色でしたっけ E89 は。89はスペースグレーです。スペースグレー。あの85は、85はモンテゴブルーっていう色ですね。モンテゴブルー。 あの型の Z4 って白とか黒とかなんかグレーのイメージだけど、はいはい、もう珍しい色っすよね。ないですね。僕もあのカセサでよく見るんですけど、まあ、2年間ぐらい見てて1台2台あったかなかったかその程度です、ね、しかも後期用の色なんで2007年から9年の間しか生産されてない色。なんだっけミサノってなんだっけ、どっかの、あそうだ、サーキットだ。サーキットのなんか名前を色に使う傾向があって、そう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 、エストリルブルーとかっていうのも、あのエストリルサーキットっていうのがあるんで、多分そういうので多分つけてるんで。そうそうそう、地名ってかサーキットだ。そうそうそう、
で顔が一気にいかつくなりますよね。サイズがまず車重が1570、89は1600、G29 が1570。でこれ直6と直4のモデルがあって、直4は1490ぐらいだった気がする。でこれは1570で、直6なんでちょっと重くなってます。で直4モデルだと人が乗ってない状態で50対50なんですけど、直6モデルは人が乗ると50対50になる設計になってて、BM こだわりのちょっと50対50のやつが、しっかりとここにも入っているということですね。でホイールベースが2470mm なんですよね。だから先代はホイールベース2495なんですけど、これは2470で、なんかね短くなってる。そうだから実際ちょっと走ってて直進安定性みたいなのがもうちょっと欲しいなって思ったりはするんですけど、その分結構機敏でコーナリングマシンっていう感じがしますね。で全長が4324で、全幅1865かな、で全高が1304だから、89よりも全長全幅はちょっと大きくなって、高さは気持ち高くなってるかな、14mm ぐらいで。この G29 にあの E85 みたいな Z はちょっとないんすけど、無理やり無理やり Z これ6気筒モデルで M40i なんで、標準で M スポーツブレンボ製の M スポーツブレーキがついてる感じですね。で結構この G29 の Z 砲空力こだわってて、ちょっとカメラマンさんこっち来れますか。ここに穴があるんですけど、これ繋がってるんですよ。はいはいはい、ちゃんと抜けるんですよな、ここで。多分これであのホイールハウスの空気をこれでちゃんと抜く感じで、あとこっちも穴開いてて、こっちから見えないかな、こっちかな、見えないか。一応ここに穴は開いてて、ここから抜けるような感じで一応設計されてるという感じですね。すごいニュってなってるんですよ。これは結構先代とも似てる感じ。そうですね、多分3代ともダックテールですね。だよね、はい、ちょっと僕のウィングついちゃってるけど、なくてもちょっと上がってる。そうよね、これはやっぱり共通している部分という感じですね。で、ここは開いてないです、ダミスで、台形っぽい形のマフラーカッターついてて、で、これが6気筒モデル専用のリアディフューザーついてる、ちょっとスポーティーな感じで、マフラーも左右にある感じで、で、リアのブレーキランプ G29 だとここについてる。だからそれで言うと89ならではでね、あそこにあるのは、ね、違いっていう感じですかね。 G29 からライトがすごいこう細くなってるっていうか、すごい、そう、すごいこっちまで伸びてる感じで、どんな感じで、かなりシャープな立体的でかっこいいです。耳壊れるて ソフトトップ、ハードトップで、またソフトトップに戻ったと。多分先代まではラグジュアリー
の中でスポーツ寄りって感じの味付けだったんですけど、スープラと共同開発っていうことで結構トヨタに触発されて、車の運動性能を高めるために今回は上部をこう軽くするっていう目的で今回はソフトトップになっているということらしいです。5分間のトレンドじゃないですけど、ベンツとかも1回ハードトップ行ったけど今の SL はまたソフトトップに戻ってるんで、まあトレンドなのか軽さなのかやっぱりあるんでしょうね。なるほど、さすが首都高2期の分析ハードトップなのもそうなんですけど、やっぱ故障がやっぱ目立つっていう点でやっぱりどうしてもハードトップですと使ってるモーターだとか部品が多いので故障がしやすいっていうデメリットがやっぱありまして、その分ソフトトップであると作りが単純なので故障もしづらかったりだとか故障しても直しやすいっていうメリットが多いので、最近やっぱりまたフォローにまた戻りつつあるのかなっていうふうに思います。おお、E85 めっちゃ速いな。89はちょっとソフトトップやから少し時間かかってるけど、よき。ちゃんとチーバーを映してもらって、で G 型の内装がなんか結構一気に変わって、ちょっと今昼なんで見えないんですけどアンビエントライトがお気に入りなんですよね。真ん中のセンターコンソールのところとかも光るのと、まあ、あと足元とか、あと見えないですけどこの中も光ります。お気に入りポイント、この Z4 レザー内装が多いんですけど、これに関しては中アルカンターラになってます。高級スポーティーで、シートもアルカンターラとレザーのコンビネーションのものになってるんですけど、僕のはちょっとサーキットに行くんでレカロのフルバケシートが入っております。フルバケが入っております。サーキット行くとフルバケないとちょっとしんどいんで15キロぐらい軽くなります自分15キロ痩せるの無理なんで金かけて15キロ0円じゃないからであとはメーターがフル液晶になってて、まあこれが違いですかね、フル液晶で、あの上のところに 40i って書いて Z4 40i って書いてあるお気に入りポイントです。見えないか、見えるか、自分の車表示してくれるのいいですね。良きよねあれね、このスポーツ表示で、まあ油温とか、まあ、トルクとか馬力とかこれがリアルタイムで見れるっていうのはすごくいいところですね。贅沢ですねこれ。良きめっちゃいいね。良き丸水産感ですね、内装は。あとヘッドアップディスプレイかな、タコメーターみたいなの見えない、入ってるか。さ、標識左なんかさ横線のつぶつぶがあるやん、こういう点点点点、あれが踏むと、あちょっと踏んでみて、おおすごい、はい。ということでね、今回は BMW の Z4 3世代一気にですね、贅沢に比較をしてみました。皆さんいかがだったでしょうか。まあ、各世代でね共通している部分もあれば、その Z4 にしかない特徴もあったかなと思います。まあ、今回ご視聴いただいた方のご参考に少しでもなれば幸いです。まあ、今回の動画が少しでもええやんと感じていただけた方はチャンネル登録高評価いただけますと幸いです。それでは今回の動画は以上となります。それでは次の動画でお会いしましょう。ほなまた。